Hello， 大家好，这里是雾影都。那么今天呢，我们请来了日本的著名女鼓手 TAMA 代言人，然后是春田光宗老师。然后那难得他大老远过来了，那我们就做一个小采访了。那在这里就想问一下那个春田多梦几个小问题，就是第一个问题就是你觉得过来中国这边对你来说印象最深刻的事情是什么？街でおじさんがこう暑いからなのかお腹をこう出して歩いてるのがびっくりしました。OK， 咁第二个问题啦，第二个问题啦，第二个问题就是对比男生和女生之间，你觉得女生打鼓的优势在哪里？就一般的に女性ドラマーの方がしなやかなドラミングやグルーヴが出ると私は思う。最后一个问题就是难得你过来这边，然后我想希望你可以教一下我们这些鼓手日常可以练习的一些小技巧。いろんな動画を人の演奏を見るのと、あとは自分が普通のルーディメンツでも普通のドラムでもどっか録音したり映像を撮ってたりしておいて、後でちゃんと見返して自分がどこがいいのかとどこが悪いのか、他の人の映像もどこがいいのかどこが悪いのかを分析することがすごく大切だ。那结尾呢就让春田多梦用我们普通话或者粤语来跟你们问个好。大家好，我是春田多梦，谢谢支持。Yeah, OK. OK, finish.